はい、マイキーが抜けてまして、マッスン VS 竹、1本目は竹さんが選手。今日も生き延びることができた。カウンターステージは戦場で、キャラクターはマルスのもの。それに対してシークをかぶせていく。シーク最近使ってるのは見たことないから大丈夫か。今入れた。いくよ。シークがマス、あーっと先端が入ってしまう。これはあーっとバーストしてしまう。最後から投げられて、下強で暴れて、ロボ強全部引っていく。ロボ強下投げ、投げ入って、しかし台になってしまう。横浜できるようになったら終わってるが、再び使うような場合にならない。ちょっと動かない。もっと投げ打ちに使わなくて。ゲーム前はハンドルだ。おっと、これはスマッシュを当ててよかったのかな。リエリエをリエって感じで、ジャンプをさらが少しだけしながらなので、おっと、当てる線が出てない。センターは入るな、入るな。危ない、危ない。今回は僕の勝ちだね。